俺の名前は石井亮、24歳。昔から母子家庭で育ち、学生時代も片親であることをからかわれて友人はおらず、勉強しかやることのない陰キャだった。そんな俺の得意分野は、父の代わりにやっていた家事全般とパソコン周りの知識くらい。それでもバリバリ働いて、今まで見下してきた奴らを見返すんだ。そう意気込んで入社したのは、ウェブマーケティング系の IT ベンチャー企業。社長との距離も近く、風通しのいい会社とのことだったのだが、いつまで経っても仕事はできないし、クビだな。そんな。そう、俺は今日会社をクビになったのだ。はあ、次の就職先を探す気力もないな。あ、なんだこれ。家政婦募集って、今時こんなアナログな求人あるのかよ。手書きだし、応募方法もインターホンって。あの、もしかして。やば、不審者と間違われたかって、よく見るとめっちゃ可愛い子だな。あなた、応募希望の方ですか？え？助かります。まさかこんなに早く来てくれるとは。いや、俺はただ。お母さん、応募希望の人来たよ。嘘、もう来たの？あら、若い人、今行くわ。早く早く。ちょっと、これは一体。俺は謎の親子に連れられるがまま、家の中に入ってしまった。そしてなぜか面接が始まり。名前は？石井亮です。って、何真面目に答えてんだ。とにかく弁明しないと。うん、採用。え、だね、私も賛成。え、爽やかだし若いし、わざわざスーツまで着るなんて真面目な証拠じゃないね。それにしても、今朝チラシ貼ってすぐ決まるなんてラッキー。待ってください、これは誤解です。俺はただ見てただけなんです。え、納得してくれたのか。変に連れ込んだことを謝ってくれた。俺はこれでもう解放されると安堵したのだが。ってことは、次の仕事はまだ決まってないってことだよね。まあそうですが。じゃあうちで働いてよ。住み込みで家事とかやってくれれば、お給料は結構渡せるし。うんうん。なんでそうなる。まあ、まずはお試し、一日体験ってことで。ちょっと、どこ行くんですか。早速で悪いんだけどね、仕事部屋が散らかっちゃっててさ。っていうか、当たりまくってますけど。これは確かに散らかってますね。でしょ、集中してたらこうなっちゃって。っていうか、そもそも何者なんですか。名前も知らないし。あ、そうだったね。彼女の名前は宮崎香里。全く見えないが、もう30代後半だという。彼女はもともとバリバリ働くキャリアウーマンだった。しかし結婚を機に専業主婦へ。会社を立ち上げた夫を支えながら、一人娘である凛ちゃんの育児に追われていた。そんな中、次第に夫の態度が横暴になっていき、離婚を選択。ただ娘のためにもお金が必要だし、自分でも何かやってみたいと思うように。そこで女性向けコスメや衣類を紹介販売するウェブサイトを立ち上げた。それがヒットしたため、完全在宅ながら起業し、晴れて社長となったという。ほんとあの男は嫌味なやつでさ、なんで結婚したんだろう。と、それはいいとして、会社にしたら忙しくて家事に手が回らなくてね。それで家政婦を雇うことにしたと。その通り。ってことで、私は仕事してるからさ、ここの掃除してくれない？まずはお試しってことでさ。まあお試しということなら、こんな美人に頼まれたら断れないし。掃除好きの血が騒いできたぜ。数分後。あ、もう何これ、どうやったらできるのよ。あの掃除終わりましたけど。え、もう終わった？はい、あと必要そうな書類はまとめておきました。すごい、なんて仕事のできる男なの。じゃあついでにこっちも。あ、これウェブサイトのプログラムか。で、嘘、これはさすがに冗談よ。ちょっと見せてください。え、ここはこうして、あとは、はい、できました。嘘、すごすぎる。あなた何者なの。まあ一応前の会社でこういうのやってたんで。ってことはプログラマー？
ちなみに、なんて会社？大崎エージェントっていうベンチャー企業ですね。どうかしました？いや、その…ちょっとお母さん！あら、リン、どうしたの？私、勉強してるんだから静かにして。それに、いきなり仕事させるなんてかわいそうだよ。ごめん。でもさ、この人、本当にすごいよ。すごいって何が？そうして香織さんは、かなり大げさに俺のことを熱弁。するとなぜか、今度はリンちゃんに勉強を教えることになったのだが、これが女子高生の部屋か。レオさん、ここがわからないんですが。ああ、これは確か。はい、できたよ。合ってる。これ、難関大学の問題なのに、本当に何者なんですか？昔から友達いなくて、勉強ばっかりしてたからね。そのおかげだよ。ああ、こんな話してごめん。君は可愛いし、学校も楽しいだろうに。学校なんて、楽しくないです。どうやら凛ちゃんも、片親であることをからかわれ、友達はいないらしい。だからこそ勉強を頑張って、いい大学に行って見返したいとのこと。自分と同じ境遇の彼女に、俺はつい黙っていられなかった。俺も昔同じことを考えてたけどさ、続かなかったよ。だからさ、無理せず自分のペースでやりなよ。勉強だけが全てじゃないしさ。レオさん、もうお母さん、せっかくいいところだったのに。ごめんね。でもちょっと気になっちゃって。リン、リョウくんはどう？お母さんの言う通りすごいよ。勉強できるし優しいし。そう、じゃあ決まりね。やっぱり明日からもここで働いてくれない？私からもお願いします。わかりました。やります。やらせてください。こうして始まった美人親子との同棲生活は予想よりも充実していた。まず日中は掃除や洗濯をこなしながら、香織さんの仕事のサポートがメインなのだが、りょうくんが来てからというもの、仕事は絶好調。ボーナス弾んじゃおっかな。もうボーナスもらってますけどね。そして、りんちゃんが帰ってくれば、次は勉強を教える時間だ。俺のおかげで成績が上がったらしく、ご褒美が欲しいとのことで。これでいいの？これが一番のご褒美です。こっちのセリフだよ。そんな思いもよらない日々を送り始めて数ヶ月。なぜか今日、俺は遠く離れた観光地で凛ちゃんとデートをすることに。というのも、もともとは香織さんが大規模な企業イベントに招待されたのがきっかけだった。場所も離れていたため、前乗りして俺もついていくことになったのだが、凛ちゃんが、お母さんは亮さんを独り占めしたいだけ、私も行く。ほら行こう、夜までは私の時間なんだから。うん。日中は凛ちゃんとデート、そして夜は香織さんと食事。本番は明日なんだよな。ね、りょうさん、ちょっと教えてほしいことがあるんだ。こんなところでも勉強？違うの、その男の人と手をつなぐのってどんな感じか知りたくて。どうやら学校で周りに青春している子が増えているが、りんちゃんは彼氏もいたことがない様子。自分だけが遅れているのを気にしているらしく、まずは手をつなぐ練習がしたいというのだが、これでいい？好き。って言ったりするんですよね、恋人同士って。ピュアすぎる。そんな純粋な時間はあっという間に過ぎていき、次は香織さんとの食事へ。指示された店へ向かうと、見るからに超高級な佇まい。恐る恐る入ってみると、個室に案内され、いらっしゃい、これからは大人の時間よ。で、どうだったの？リンとのデートは。純粋というか、ピュアというか。あの子もまだ子供ね。ところで。りょうくんは、どっちが好きなのかしら？こんなの、選べるか！今からは大人の魅力っていうのを、教えてあげるわね。勘弁してください！香織さんの誘惑をなんとか耐え抜き、宿に戻った頃にはもうヘトヘトだった。次の日、心配だった企業イベントは凛ちゃんの手伝いもあって無事に終えることができた。二人に飲み物でも買って戻ろうと思っていたのだが、そこで問題が発生してしまった。よう、
久しぶりじゃないか。え、この声、大崎社長、どうして？それはこっちのセリフだよ。うちから逃げ出して何してるのかな。社長は相変わらずの嫌味っぷりで俺の近況を聞いてきた。家政婦だと濁しながら答えると、そんなことしてるならうちに戻ってこいよ。え、またうちで鍛え直してやるぞ。どうせみんな辞めていって人手不足なだけだろ。適当な理由をつけてさっさと二人の元へ戻ろう。ちょっとあなた、香り、それにリンまでなんでここにいるんだ。え、知り合いなんですか？私の元旦那よ。で、なんと香里さんの離婚した相手はこの大崎社長だったのだ。だから最初俺が大崎エージェントにいたというと一瞬驚いていたのだろう。俺に気を使って黙っていてくれたらしいが、まさか会ってしまうとは。そして香里さんがしぶしぶ近況を伝えると、パソコンもろくに使えないお前が会社なんてできるわけないだろう。だからりょうくんに手伝ってもらってるんじゃない。残念だがこいつはうちでもらっていく。そもそも俺が育てた人材だしな。な、ちょっと待って、リンちゃん。相変わらずあんたって最低ね。リン、俺はお父さんだぞ。昔はそんな口の利き方、あんたなんか父親と思ったことないから。え、りょうさんは絶対渡さない。これ以上私たち家族に関わらないで。家族って、こいつはただの家政婦だろ。本当の家族はこの俺。りょうくんはもう私たちの家族みたいなものよ。私たちは彼のことが大好きなの。あなたとは比べ物にならないほどね。あ、おいお前、世間的に考えてもうちに戻ってきた方が。お断りします。え、そもそも俺はあなたに育てられたと思ったことはないです。な、それに香里さんと凛ちゃん、こんなに優しくて魅力的な人たちを捨てるような人間の元では二度と働きたくありません。な、りょうくん、とにかくもう二度と俺たちに関わらないでください。そうよ、うちにあなたの居場所なんかもうないのよ。そうそう、私たちにはりょうさんがいるんだから。そんなさ、行きましょうか、私の愛するパートナーさん。え、また独り占めしようとして。私はりょうさんと手つないだんだから。私たちはもっとすごいことしたもんね。え、ねえ、私のりょうさんに何したの。ちょっと二人とも落ち着いて。こうして崩れ落ちる大崎社長を背に俺たちは会場を後にした。確かに世間的には俺の存在は異質かもしれない。それでも俺はこの二人と一緒に働き、一緒に生活をしていきたい、そう覚悟を決めたのだった。その後しばらくして大崎社長の会社は人手不足と無理な資金繰りのせいで破産。相当負債を抱え、何度か香里さんの元へ泣きついていたが、無残にも見捨てられていた。一方俺たちはというと、今も仲良く3人で毎日を過ごしている。香里さんの会社の業績はあれから右肩上がりで、最近では美人社長としても話題に。凛ちゃんも目指していた難関の有名大学に合格。それを機に広い家に引っ越すことになった。ようやくこれで俺にも自分の部屋ができると思っていたのだが。あのどうして二人がここに。一人だと寂しいかなって。私の部屋の方があったかいよ。ってことで今夜はどっちを選んでくれる。うわ、今後も変わらず俺は選べない究極の二択を迫られそうだ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれると